ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。9月も曲聴く生配信開催いたします。曲聴く生配信とは、視聴者の皆さんが作ったオリジナル曲を、僕と、配信に集まった視聴者の皆さんとで一緒に聴くという企画です。クリエイター同士の情報交換やモチベーションのアップを狙いに、毎月1回開催しております。僕が進行役となり、事前に送っていただいた楽曲を順に再生で、一曲ごとに少しずつみんなでおしゃべりをして、次の曲へ行くという流れで進めていきます。テレビの歌番組などをイメージしていただけると分かりやすいでしょう。普段は、プロのミュージシャンの作品に対して、ズバズバと歯に衣着せぬ発言をしている私パクユーでございますが、この企画に関しては批評的なスタンス一切ありません。ポジティブでピースフルな企画ですのでご安心ください。自分の曲を知らない誰かに初めて聞いてもらった時のリアルな反応が知りたいという方や、制作のアドバイスが欲しいという方、もしくは、俺の私のめちゃくちゃいい曲みんなに聴いてほしい、そんな方まで経験やスキルのレベルは問いません。今月の曲聴く生配信日程は9月29日水曜日の22時からです。エントリーの条件は一つだけ、当日生配信にチャットで参加できる人。楽曲はオリジナル曲であれば、ジャンルは問いません。ただしめちゃくちゃ長い曲とかは事前に相談をさせてください。エントリー期間は、この動画が公開されたたった今から、明日9月28日火曜日の23時59分まで。今回も専用のエントリーフォームを用意しました。説明欄の URL からアクセスし、参加の申し込みをお願いいたします。エントリーが多数あった場合には初参加の方、そしてパクユーチャンネルのチャンネルメンバーシップの方を優先させていただきます。ご了承ください。この企画気にはなってたんだけどなかなか勇気が出ずに、参加できずにいたっていう方や、最近、このパクユーチャンネルを知ったという方、この企画を知ったという方、ぜひぜひ、エントリーお待ちしております。応募フォームに入力していただいたメールアドレスに、こちらからご連絡をいたしますので、連絡が取れるメールアドレスを記入いただき、迷惑メールの設定の解除なども、合わせてお願いいたします。自分は曲作りはしないんだけどっていう人も楽しめるのがこの曲聴く生配信です。右上の情報ボタンからすで、に配信のページにアクセスできるようになってますので、リマインダーを設定して新しい才能、素晴らしい楽曲に出会いに、ぜひぜひ生配信参加していただけると嬉しいです。たくさんのエントリーと、配信へのご参加お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。